That's it. Destruction tools are done. I'm going to make my way back, regardless or not, because I'm going to train harder than I've ever been before. And I'm going to be back in New Japan Pro Wrestling. Like he said, yeah, it's over. It's my stay of the tour. My first time here, obviously, very disappointed. I wanted to end on a high note. It is what it is. All I know, in my heart, everybody knows. They watched it, everybody did, I know it. They saw me beat Tsuji, and they saw me beat Uemura. So at the end of the day, tag matches, there are lots of factors. One-on-one, I win every single time. ヤングライオン杯、今日で終わりですけど、僕は一勝しか見なかった。でもこの一勝はすごい、僕にとってこれからのレスリングキャリアですごい大事なものだと思ってます。今日は、同期の辻がアレックスに勝って、まあ、この後ヤングライオン杯誰が優勝するか分かんないですけど、ぜひ野毛道場の先輩に勝ってもらって、で自分ヤングライオン杯で負けた相手全員に次リベンジしてきっちり勝ちたいと思います。まずはそこからです。ありがとうございました。アレックス、今日俺はお前からタップアウトを取った。これで俺がお前のことヤングライオン杯の借りを返しただなんて思うなよ。俺はまだまだ全然納得いってねえ。これは6人タッグマッチだ。6人タッグマッチでは勝ったけど、俺はお前にシングルで負けてんだ。わかるか。お前にシングルで勝たねえと意味がねえんだよ。だから今度シングル、もう一度お前からタップアウト取ってやる。まあヤングライフは終わって、まあ終わってっていうかね、まあ公式戦最終戦最後の2試合があるわけで、若いやつはやっぱりまだ続いてますよね。目の前相手になると、でもヤングライフ杯がの相手だけじゃなく、この先どんな相手に対してもああいう意識を持って戦ってくればいいんじゃないかなと思いましたね。今日でヤングライフ杯終わりますけど、次のシリーズになりどことかでまた新たな敵が出てくるわけで、そうやってそういう意識を常に持ちながら戦ってくるのが本当に大事だと、いまだに俺らもそういう意識を持って戦ってますんで、そういう意味じゃ最終戦だからやっぱりみんな力が入ってるけど、そう力が入ってる中で試合のね、ところどころに微妙なズレというか、そういうものは見えましたけど、それもまた気持ちが入った試合の証じゃないかと、いろんなものが見えた最終戦でした。以上です。